今日役員会常任幹事会も今終えてきました。上官でも挨拶で申し上げましたように、この2011年は私たちにとって忘れられない日、忘れられない年、忘れてはいけない年だったと思います。しかしあと2週間余りでこの年も終わるわけで、新たな年に向けて私たち政権をいただいて2年、まだまだ国民の皆さんのご期待に十分応えているとは言えないという状況だと思います。まさにさあこれからだ、そういう新たな思いで新しい年を迎えていきたいと思っています。今後の私どもの党の日程を申し上げると、連日いろんな会議が行われていますけれども、とりわけ税制の問題や次の予算の問題等について各部署で夜を徹して議論が行われる予定であります。週が明けて月曜日のよう20日には19日ですかね、19日には役員会、20日には常任幹事会、そして21日にはそれを受けての両院懇談会も開催をし、この年を締めくくっていきたい。中身については1月には党大会、運動方針や本年度の活動報告、党の規約規定の改正等の問題についてきちんと方針を確立するためであります。もう一つ、新たに私たちはやはりマニフェストの原点に立ち返る、政権交代で国民の皆さんにお約束したことの原点に立ち返るという視点から、一番最初に掲げた国民の生活が第一、税金の無駄遣いにを一掃していく、そういう原点に変えて、今度はいろいろなものを進化発展させるという意味で、行政改革調査会というのを明日発足をさせ、総理もその陣頭指揮に立つという意味で、第1回の明日の会議には総理自ら出席すると思います。そんなことも私の方から最初にお知らせしておきたいと思います。